ススポンラジオ。どうやらメソンデ系が閉店するらしいです。本当ですか？これ本当ですか？ちょっと風の噂で聞きました。初めて聞きましたよ今。はい、若林さんには直接聞いてないんですけども風の噂でちょっとある筋から情報が入りまして、いやちょっと深刻な感じで、はあ、ああもう閉店なんだなという。我々のスポンサーですだスポンサーとしてはもう外れてしまうっていう。そうですか。ことになっちゃいます、ね、そうでしたか。はい、あそこに移転して2年か3年ぐらいですか、はい、そうですね、2年ぐらいじゃないですか。ほうほうほう。2回ぐらい周年やりましたからね。若林さんがいないところでこんな話をするのなんですけれどもあれまあ、閉店をするという情報を僕もうすかさず、ね、違うな、キャッチしまして。キャッチしましたか。これはもうすぐ皆さん、ね、これはお伝えしないといけないと。お伝えしないといけない。うちのスポンサーがいなくなりますから ね、 ねこれはでかいですよそうですよ、これから経営が傾く、メソンデ系と並列のスタンドフラワーって、まあ立花さんですからね、あれで。あ、そうですだからもう、うちのね、支えてる提供は僕だけになっちゃう、ということですね。ことですから。もう意地で立ってるだけだという。そうですね、意地で立ちますよ。金銭的なサポートは何も誰もない。まあ、メソンデ系の金銭的なサポートもありませんでしたけど。そうですか。はい、何もありませんでしたけれども。なるほど。というわけで。いやー、らしいですわ。ということはもう、いよいよ、こちら方面に若林さん来なくなる。なると思います。ということでしょう。なんか準レギュラーみたいな空気を流しておりましたけれども、メソンデ系が閉店することによってこうわざわざ天満界隈に出てくる必要がなくなってしまい、そのまま若林さん、フェードアウトということになってしまうんではないかと。ちょっとですね、その風の噂によると、はいはいはい、いつ頃まで。それはね、まだ聞いてないんですよ。いつまでっていうのは聞いてないんですけど、まあ、情報筋によりますと、近々、閉店をするので。結構近いんですか。じゃあそれまでちょっと行かないといけないですね。そうなんですよ。ね、ちょっと取材しに行きましょうか。そうですね、突撃取材。そうですね。どういう、何が良くなかったのか。なのかっつって。なんでこんなことになってしまったのか。ありますよね、ね、テレビ番組で。そうですね。なんかこのラーメン屋が生き残る確率は何パーセントみたいなやつで、芸能人がやってるラーメン屋さんとかあるじゃないですか。それのどこが良くてどこが悪いのかっていうのを徹底的に専門家何人か集めて、はいはいはい、そうダメ出しをしていくっていう。ああ、なるほど。じゃあうちも専門家を呼んで呼んでね、その場所の悪さなのか、場所ね、良くないですね、その看板の角度とかそういうのいろいろあるわけですよ。なるほど。ね、お客さんが外から見てどういう空気なのか、外から見えないといけないとかね、いろいろあるわけですよ。そうですね。そういうやつを専門家がバシバシ言うっていうね。そうですか。それ言ったらもう若林さん暴れ出すとうるせえっつって、ね、なりますからね。そこはちょっとそっとしておいて。ああ、そうですか。若林さんからだけの意見をね何が良くなかった、聞かせていただければなとは思いますけど、まあその辺は僕も若林さんから直接聞いたわけじゃないんで、まああくまでこれ噂ですんでね。そうですよ。僕も勝手に言ってますから、もしかしたら閉店しないかもしれないですけど、潰れるんじゃないかって言い出すっていう。でも確かな筋からの連絡なので、100% なくなります。あ、そうですか。なんでメソンデ系まだ行かれてない方いらっしゃいましたね。この早めに早めに、今がチャンス。そうです、もうすぐ行ってください、で潰れるんですかって聞いてやってください。どこから聞いたんだっつって狼狽すると思うんですいやでもね、メソンデ系はあれですよ。イカスミのね、パエリア。パエリア。マヨネーズが乗ってるやつですよ。アリオリソースね。あ、マヨネーズじゃないんですか、ね、マヨネーズじゃないんですよ。あれはガーリックもちょっと入ってて。ちゃんとマヨネーズだけじゃん。いろいろこう。特製マヨネーズが美味しいなと思ってたんですよ。手間がかかってるんだよ。ああ、うん。そうなんです。いや、あれはね、ぜひご賞味いただきたいと思いますよ。美味しかったな。もう、食べられないんですね。じゃあ、始めましょうか。ょうかそれでは始まります。立花雄介と、エディ・武田のスッポンラジオ。この番組は、スタンドフラワー、メソンデ K の提供でお送りします。行きましょう。おお、いや、お
便りです。気分を変えていきましょう。これでまたね、首の皮が一枚繋がってしまいましたから。繋がってしまったっておかしい。繋がってしまったっておかしいでしょ。やりましょう。はい、新年明けましておめでとうございます以降のですね、初めてのお便りをいただいております。ありがとうございます。すっぽなーネーム、Kさんです。いつもありがとうございます。ありがとうございます。立花さん、武田さん、こんにちは。こんにちは。まあ、ここにね、わっかさん、こんにちはという文字がない、この時点で、ちょっとしょんぼりとなりそうですが、はい、と書かれておりますが。もうね。ええ。まあ、前半。衝撃の、衝撃のオープニングから、衝撃のオープニングもありますんで、いろいろね、大変だと思いますけど、今動揺しながらお聞きいただいてる頃かと思いますけれども、そうですね、わっかさん卒業に衝撃を受けて、はいはい、年末から年始にかけて飲んだくれておりました。ここにまだメソンデ系閉店のね、衝撃が来てますからね。畳みかけますからね。もうアル中になっちゃうんじゃないか。で、年始一発目の放送のゲストが、はい、若林さんだというところで、はい、飲んでいたビールを吹いてしまうということがありましたと。なるほど。俺やないかと。俺やないかとね。そんなこともあったな。やめてください。いい人をなくしたみたいな、そういうトーンやめてください。今回はですね、はい、癒し系ハイテンションラジオに振り回された感もありますが、はい、やっぱりこの雰囲気が大好きです。ありがとうございます。だから、まだだまだ終わらんよの意味も込めましてお便りをお送りいたしますと。知ってますか、まだだまだ終わらんよって。何でしたっけ、芸人さん。違います芸人さんのネタですか。違います、シャーのセリフです。ああ、そういうことですか、うん、ああ、まだだまだ終わらんよってこんな感じですか。似てました今、ものまね。ちょっと違うな。ちょっと違いますか。まだだまだ終わらんよぐらい。あこれも似てないと思う。そうですか。先生、これも似てないと思う。はい。そして、立花さん。はい。まもなく、初日のフッサンを、はあはあ、見に行く。フッサンって、うん、次の役で、役名です。ああ、役名ですね。ホストグラフの役名です。その、初日に会いに行くのを楽しみにしておりますと。はい、ありがとうございます。もちろん、武田さんも見に行かれるんですよね、というお便りいただきました。ありがとうございます。ますどうなんですか、武田さんは。いつでしたっけ ?23、4、5ですね。あちゃー、そういうことか。武田のスケジュール帳見る限り、これ5が休みって書いてある。ちょっとね、24の、はい、夜にですね、はい、私、プロレスの中継が入っておりまして、まあ、その打ち上げがありますよね。はいはいはい、打ち上げがこう、うん、まあ、24時間ぐらいありますので。24時間もある。そんなに打ち上げてんの。打ち上げ、なんなんテレビ局って。なんなん、あんたらのそのバブリーな、バブリーな打ち上げ、なんなん、うん、打ち上げがありますんでね。このプロレスラーと共に打ち上げするふざけんじゃないよ。もうえらいことになりますから、毎回毎回やつらは。どんだけ食うんだっていうね。そんなに打ち上げんの、バブリーだね感じですから。いいですね。まあ、ちょっと休みにはしてますが、休みに、はい、ではないかもしれないというね。まあ、だから3時から来ます。3時から、ね。3時からありますから。3時からね。はい。11時もあるけど、11時は無理でしょ。11時は無理だな。最悪3時待ってます。わかりました。はい。はい、すいません。はい。わかりました。というわけでね、うん。ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。いやー、もう話題は若林さんのことにしますね。こうなってくるとね。どうするんですかね、今後ね。今後ね。まあまあ、だから前、タイ、の話をしてたでしょ、うん、おー、仕事でタイに行くと思って、タイに行っちゃうじゃないかな。あ、ここでようやくあの伏線が効いてきたわけですね。そうですね、もうタイの人になってしまうかもしれないですね。ご家族連れて行くのか、そうですね、はたまた一人で行くのか、一人で行くのか、はぁ、ね、なるほどね。土地を安く買いね。もう料理関係ない。コックじゃなくなってきてる。叩き上げね。なんか、戦うコックですか。悪い。あ、サンジみたいな。サンジみたいな。かっこいい感じで。何するかわからないですけど、地上げ屋とかするんで。やめてください。似合ってますけども。いやー。一番向いてる仕事をね。でもタイさ、はい、すごい頑張ってたって若この間言ってたけどさ。ああ、タイに行くことなんですか、うん、そうそうそう。じゃあ、タイの人がね。ああ、タイの人がね。やっぱりチップで生きてるから、接客めっちゃ頑張ってるみたいなこと言ってたけど、この間伊集院光さんのラジオを聞いてたら、タイ人のぼったくり感がひどいっていう話を聞きまして。どっちなんだと。そうやねん。真実はどっちだと。っていうのね、ちょっと気になって、ね、タクシーとかのぼったくりがひどいんだ。まあでも、ある程度外国人料金はありますよ。
そうなんですよ、そういうことでしょ。いや、びっくりしました。僕もあのタイ行って、うん、ムエタイを見に行ったんですよ。はあはあ、ムエタイってあのボクシングとキックボクシングの間ぐらいのオカマが頑張るやつ。オカマじゃないでしょ。オカマなんですか。いや、オカマのタイ、ムエタイ、あ、まあいるでしょうけど、いるでしょうけど。まあでもムエタイっていうね、はい、総合格闘技があるんですけど、それガイドブックをね、最新版のやつを買っていて、うんうん、まあいわゆる日本円で、まあ2000円ぐらいって書いてたんですよ。うん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 、じゃあ2000円持って、もう最終日に、そのタイの最終日にそれだけは見に行くだけのやつは残しておこうと、うん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 、2000円分は置いておこうと思って2000円置いて持って行ったんですよ、うんうんうん、そしたら4500円取られたんですよ。外国人料金で。マジで。だから多分その、うん、ガイドブックは当時のそのいわゆる現地の人の値段しか書いてなかった、うん、マジで、うん、今だから、はい、なんかガイドブックにも、うん、ここはぼったくるぞみたいなこと書いておくって聞いたで。でもガイドブック載せない方がいいですよね。そうそう、ここはぼったくるから気をつけろみたいな、なんか、ね、チュクチュク、あ、トゥクトゥク、トゥクトゥク、うん、トゥクトゥクもひどいらしいね。あ、あの自転車のタクシーみたいなやつですね。そう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 、でなんか観光で、うん、なんか3000円から4000円ぐらいだと言われて、はいはい、でそこ乗ったら、うん、その現地の別の知り合いの日本人に聞いたら、だいたい800円ですよね、そばみたいなことを言われたりとかしたっていう話とか、あとタクシー、まあ、空港乗ってタクシー乗るじゃないですか、はいはいはい、でタクシーってどこまで行ってくれっつったら、うん、もうメーターをね動かさないんですって。メーター入れずに500バーツ出せと。ほう、でもいいから500バーツ出せっつって言って、いやいやいや、自分ウィンウィンになろうって、俺も別にそんな取ってるわけじゃないし、自分らも安く上がるねんから500バーツでいいよって、一律500バーツでいいんだよって言って言われたらしくて、あ、分かった、いいですよって、じゃあ、いいですよじゃない、でもいいから、うん、とりあえず出してくれと、うん、500バーツ払わへん、出してくれみたいなので出したら、向こう行ったら300バーツもせえへんかったらしくて、らしいよ。はあ、そうですか。でその上、そのタクシーのおっちゃんは、なんだチップとかないのかみたいなことを言い出すっていう。タイはすごい貪欲ですね。うーん、なんかそんな話を聞きましてね。まあでも海外はやっぱね、貪欲ですよ皆さん。まあまあそうね、やっぱお金貧しいね国ですからね。ハングリー精神ですよ。ね、っていう話を聞いて、若林さんはそういうね、まあそういうとこには向いてるでしょうね。そうね、そんなに、いや300でいけるだろうっつって、うん、ちゃんと殺すぞってちゃんと300で肩をつけそうですね、そういう場合ね。まあまあね、どんな手を使ってでもね、うん、もしぼったくってたらもうちょっと裏路地連れていくと思いますからね。ちょっと待てっつってちょっとこっち来いっつって、なるほどな、うん、そんなこともしはると思います。まあまあ近況報告もしあればお便りもお待ちしてますからね、若林さん。若林さんぜひね、あのお便りお便りの方でね、今後関わっていただくっていうのもね、ありだと思います。はがき職人として、全然やっていただいたら、タイから送ります。そうですね、全然 YouTube とかね、インターネットでね、別に世界で全、本当ですね、全国で聞けますからね、全世界で、はい、タイからでも全然聞いていただいて結構ですから。すごいことが起こってますね。そうですね、あ、そういえばですね、うん、で、まあ、ちょっと話変わるんですけど、ほうほう、人って関わり合いたくない人ってね、ほうほう、いるよねっていうことをこの間ね、ちょっとしみじみと感じまして。何ですかそれ。そのエピソードが、ね、あるんですけれども、関わりたくないな。そうそうそう、なんかね、どこの なんか業界にも、ほうほう、その仕事であったりとか演劇であったりとかいろいろね、うん、あるんですけれども、僕も生きてる、うん、まあいろんなジャンルね、いろんなフィールドで生きてるんですけど、やっぱりやっぱどこの業界にも関わり合いたくないなっていう人はね、いるよねっていう。それどちなみにどういう感じの人なんですか。めんどくさいってことですか。めんどくさいですね、ちょっと大御所っぽい、その業界でも大御所っぽい方なんですけれども、まあ、とあるね、去年年末僕忘年会に行っておりまして、でまあまあまあ友達と一緒にね行ってたんですよ。で、まあ、友達はすっごい気に入られてて、よく飲みに行ったりとかもしてて、なんかすごいその大御所の方と気に入られてたんですよ。でも友達も別に気に入られているけれども、ちょっと面倒くさいかなっていうところはあるんです。で僕は
なんかの飲みの会でちょっと話した時にこの人嫌いやなと思ってで直接はその飲み会で話したぐらいから多分向こうも覚えてないし別にえっかと思ってもう寄らへんかったんです、ね、その忘年会の時はそうなんですよ。でまあ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 でもその時も多分時間終電回るかなって言って回るんちゃうかなって言ってて、うん、で友達が車持ってるからその車乗せてくださいっつってもうもともと言っててで友達の車で帰ろうかなと思ってたんですよ。でじゃさて帰ろうかなっていう時にじゃあもうぼちぼち帰るってもうまあええ時間やしっつって帰ろうかなってした時に夜も更けてきたなっつって言ってたら向こうの方でねその大御所がすくっと立ち上がったんですよ。あれあの人も帰る感じってなってきて、はいはいはい、でね僕ら分かろうかっつってこうね挨拶をね奥の方、まあ大御所は奥の方で、ね、まあまあ上座の方ですか。そうそうそう、はい、僕はね僕らはもう下の方で飲んでてもうぼちぼち帰ろうかっつって荷物取って上の方に挨拶しようかなと思ってんけど翻してそそくさと場を出るっていうあ立ち上がったあやばい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 っつって乗せろって言われる乗せろって言われるけど乗せなさいっつってなるほどなるほど、うん、あかんかん帰ろう帰ろう今やったら大丈夫バレんバレんタクシーで帰るつもりやつっつってなってで、あのねなったんですけどその時に帰ろう帰ろう帰ろうとか言わないんですよ。ほうほう互いに自然と足取りが速くなるっていうもうね共通の認識でやばいやばいやばいっつって2人でスーッて走って帰る何 の, あの言葉もないそうそうそう共通認識を持ったっていうことです。お疲れっす、お疲れっす、お疲れっす。ガで、だいぶ現場、その、うち、あの、忘年会会場からだいぶ離れてから、やばい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 って二人で言い始めるっていう。いやー。なるほどね。そういう風にはなりたくないな。僕もそんな思われてんのかな。え、何が言え、もう、生理的に嫌な人っているじゃないですか。そうなんです。めんどくさいというか、喋ってても、なんか、自慢ばらしばっかりするとか、そういうの、そういう感じですか。どっちかっていうとそういう感じなんじゃないですかね。うちにもねちょっといるんはいるんですよ。いますか。なんか知らんけど昔のね、はい、いや昔の経験談を喋ってくださるのはすごく私たちも勉強になりますし、うんうんうん、そうですね、はい、すごくいいことだと思うんですけど、うん、逐一なんか自分の自慢話をねちょいちょい挟んでくるんですよ。入ってた、はい入りましたみたいな。もう僕らはみんなで、はい入りました、はいはい2回目みたいな、もうみんなで心の中で思ってます思いながらその先輩の話を聞いてるという、なるほど、ね、ありますよね。なんかそういうなんか悪い空気をなんか共感するのってめっちゃ面白いですよね。面白い面白い悪い一人をやり玉に上げてね、そうなんです。あれ何なんでしょうね、うん、やっぱりあれじゃないですか、一致団結してる感じがやっぱり楽しい。一致団結、そのこの間もね、東京に行きまして、あまた東京行った、あの東京行くとやっぱり電車はあんま詳しくないので、ああそうですね。まあちょっと、ね、そうちょっとした距離だったら、まあ、タクシーを使うんですよ。まあ、でタレントさんロケ行ってたんですけど、タレントさんと一緒に乗って、バブリだな。うん、まあまあまあ2000円ぐらいの距離ですよ。ああそうですか。まあ15分ぐらい乗ってる距離を、うん、まあ結構行ったり来たりするんですけど、うんうんうん、東京の運転手さんって結構ね、うん、道を知らない人が結構多いんですよ。まあ、脱サラした、した手なのか分からないですけど。はいはい、ナビとかついてる？ナビはついてる。だから、すぐにナビに入れて、ナビを検索して、やる方々が多いんですよ。で、その直前に、他の人の話で、ちょっと、ここの通り行ってくれって言ったら、全然通じなくてね、っていう話を聞いてたんですよ。で、その時は、お前やめろって思いましたわ、みたいな、大阪の人は喋ってて、ああ、確かにそういうことあるんだ、とか思いながら、で、最終日、帰る時に、新幹線の時間決まってると。で、ちょっとロケが押してしまって、もうみんなもうちょっと、やばいやばいと。8時半の、なんか、電車に絶対乗らんと、やばいっていう話になってて、で東京駅までちょっともうタクシーを飛ばしてほしいと、ね、うんうん、で結構、まあ、15分ぐらい渋谷のちょっと手前ぐらいからなんで、うん、まあ、パッと拾って3人バーって乗って、うんうん、僕は前に乗って、はいはい、後ろにタレントさんとマネージャー乗って、はい、とりあえず急いでくださいと東京駅お願いしますって言ったらちょっと東京駅分からないって言われて東京駅ちょっと日本の中心とちゃうんか、うん、でもう3人もう同時にお前やめろってみんなで思いましたよ。お前やめろって。
やめてそんな共通認識なかなかないでしょ。やめてしまえ。お前もうやめろってでわざわざこの、ね、このカーナビに東京駅って入れてピッてここに案内お願いしますみたいな。そこでそれでもう45秒とか1分とか経ってますからね。わざわざびっくりするね。な年齢的にはいや45、6だと思いますけどね。 それぐらいの会社とか倒産しちゃってなのかもしれないですね。やりたてでも東京駅は分かるでしょ。東京車乗れへんのかって話やんな。びっくりするな本当に。走るやろ普段っていう、普段そのプライベートでもね走るやろうし仕事でも走るやろうし東京駅はいや難しいところ言ってるんやったらね分かりますみたいなね。まあねなんとか通りとか ね、 ちょっとね千駄ヶ谷っていうところからあ、はいはい、まあ本当に15分から20分ぐらいの距離ですよ、うん、もう本当にびっくりしたっていうね。いやーもう本当にね、うん、そういうことですね。はいそういうことなんですうまくまとまらないアルフィーパパとスポンラジオ。ちょこっとスペイン居酒屋メソンデケマスターこだわりの安くて美味しいワインセレクション。お野菜中心の日替わり手作りタパス。パスタやピザにハンバーグ。毎日変わるスペシャルメニューも盛りだくさん。月曜日から土曜日午後6時から翌朝2時まで営業中。 JR 天満駅から徒歩5分、天郷中崎通り商店街に入ったら電話してください。 06-6940-7488 メソンデケーまでお電話お待ちしてます。ススポンラジオというわけでは今週はこの辺りで、うん、お別れでございます。はい告知、うん、立花仁介出演しております、はい、水星マジック15系ポストグラフというね、うん、舞台がですね、もう今日からです、うん、おーおー23日そういうことですか。今日ですよ。123 1月23日、ね、そうですね、1月23日の金曜日本日から、はい、25日の日曜日まで、うん、やっております。場所がですね、はい、大阪は、うん、日本橋もしくは、谷町九丁目駅からですね、うんうんうん、行きます。シアトリから大店員という場所でですね、はい、やっております。うん、前売り券2500円、当日券2800円、学生さんは、大学生までは1800円。あらとなってございます。よろしければ見に来てください。はい、やっとですね、はい、セリフを覚えまして。おこれはね、もんになるんではないかというね。なるほど。雰囲気がもう水星マジックさんは15回目の公演ですけども、そうですね、もう立花さんもう3、4回、4、5回、5回ぐらい出てらっしゃいますよね。はい。お世話になっております。お世話になっております。本当に。いや本当にね。はい。というわけでですね、頑張っておりますんで、うん、もしよかったら見に来てください。はい。チケットが売れておりません。おお、俺売れておりませんか。おう。なので、ええ、お友達を連れて、あそうですか、ワイワイガヤガヤ。これは見るべき歴史的な、ね、歴史的なもう快挙がね、ありますよ。もうこれ先見といたらですね、ええ、やっぱりあの19世紀、19世紀のね、絵画を描いてた人たちの話なんですけど、うん、もう21世紀、22世紀に持っていきたい作品だと。ほう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 、うん、まあ今適当に言ってなんだそれ、とりあえずね、お友達を10人連れてね見に来ていただける、はい、それすごいですよ。お友達探すのも大変だ。そうですよ、はい、水星マジック解散の危機ですか。なんか立花さんが関わるところどん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 なんか大丈夫ですか、メソンデケにしても。あ、俺俺、大丈夫大丈夫。あ、じゃあそういうことで。よろしくお願いします。いや、でも楽しみにしております。はい。はい。あとはですね、2015年7、うん、2月の、はい、7日8日にですね、日本近代戯曲を読むという、うん、リーディングイベント。お戯曲をですね、はい、役者がですね、音読を、はい、読み聞かせみたいなものですね。読み聞かせをね、するというね、はい、機会、イベントがございまして、うん、
私は8日の日曜日にですね、2月8日日曜日、谷崎潤一郎の恐怖時代という作品を読ませていただきます、はい、場所がですね、京阪の、何駅やったかな、角間、角間じゃない、平方市野江駅、野江駅、野江駅を、うん、降りてちょっと歩いたところにございます。お、劇団未来ワークスタジオというところでですね、まあ、はい、まあちっちゃい新劇の劇団さん の、まあ、アトリエみたいなところなんですけど、でやっております。8日がですね、朝の11時と、はい、昼の15時からやってまして、500円です。お、安い安い。戯曲なんですね、一応。戯曲なんですよ。戯曲を立って読んでいくと。うん、立ったり立ってんのか座ってんのかは分かんないですけど、なるほど、はい、なんでまあまあ僕この恐怖時代っていうのは、うん、江戸時代の大名屋敷の中で繰り広げられるですね、うん、なんていうんですか、後継ぎ問題、あ、そういうお家問題の中でのそのドロドロした人間関係を描いた話ですね。なるほどなるほど、まあ、面白いですよ。やっぱりそのやっぱね、大正ぐらいの人なんですよ、谷崎潤一郎ってね。おうおうおう、関東大震災とか経験してますから。1901年、はい、のそういうその谷崎潤一郎とかってやっぱりその、うん、そんな時代からねずっとこう残っている人、うん、作品、おう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 、っていうのはやっぱり力を持ってる。ああそうですよね、だって残るやっぱり理由があるんだもん。されていきますもんね、そのダサ作というのですか、普通の作品は。そうそうそう、ダサ作ったね。まあまあ普通にね、残らないですから、っていうのはやっぱそれだけの力を持ってるっていうことですからね、やっぱ面白いです。ぜひね、よかったら来てください。はい、うん、あとですね、まあ、まだありますか。これね別にそんなに関係なくはないんですけど、チラシをね作らせていただいて、チラシを作った。はい、はい、ああなるほど、まあ、これも言っとこうかなと思って、栗山洋介さんというね、うん、映画監督というか、まあ、自主映画を撮られてる方がいらっしゃるんですけど、その方のですね、仲良くなれたらいいなというね、チラシを映画のチラシを作らせていただきましてですね、こちらの方がですね、上映がまあ4月の6日から12日で、まあ、だいぶ先なんですけど、割と先ですね、はい、4月6日からやるんですよ、12日まで、うん、はい、で、まあ、ちょっとねアフタートークに僕呼ばれてまして、あ、チラシ作っただけなんですチラシを作った苦労話そうですね、大した苦労はしてない、結構苦労してないんですけど、チラシ作った、まあまあ役者、僕のヨブはね、はい、監督見に来てくださってて、うん、でそのヨブ見て、この子いいなっつって、ヨブに出てた出演者も映画に呼ばれてたりしてですね、そうですか、僕じゃないのかっていうところです確かに、あ、僕じゃないんだねっていうところは、これはみたいな、そうそうそう主役でしたけど、うん、みたいなところはあるんですよ、まあまあそれは置いておいてね、まあキャストがありますからやっぱりこうその代わりチラシを作ってくれたいやもう監督が描くね、脚本の中にハマるハマらないありますから、なるほど、僕みたいなチビでハゲのね、あ、わけのわかんない気持ち悪いおっさんは、まあ、でもチビでハゲてもそういうのを求めてる人もいますから、そうだからそういうのを求めてる人のところに行きたい、ああ、誰かチビでハゲを求めてる、チビハゲフェチの人と一緒に暮らしたい、あ、暮らすまでしなくていいでしょ一緒の作品でいいでしょ、なんか一緒に暮らしてたら、なんかいいよいいよって言ってくれそう、いいよいいよっつって、いいよいいよですけど、いいよいいよになるかもしれないですけど、いよいよですよそれはそれでそ、うん、じゃあやめとこうまあいいや、でですね、そこでのままアフタートークがあるんでです、で、はい、ちょっと呼ばれててね、アフタートークも出させていただくんで、まあどれかどこかには、そうなんですよ、日にちがまだ決まってないです、あ、なるほど、ちょいちょい告知していくと思うんですけど、そんなもんあるよと、わかりました、はい、心に留めといて、まあ、たくさん仕事をしてるんだぞとことですよ、俺は怠けてないんだ違う違う、何だその、何だその世間の目は俺がもう全然仕事をしてないみたいな、どうなんですか2015年のなんか目標みたいなの立てたんですか、目標、今年の目標みたいな、言わへんかったっけ、言わなかった、地に足をつける、ああ、そうかそうか、ふわふわしすぎているから地に足をつける、そうでした、そうでした、そうです、言ってました、一歩一歩確実に、ああなるほどね、その一歩一歩ですよね、このこういう、そうです、こういうお仕事、お仕事もね、そういうこと、そうです、次は出してねみたいないやまあまあいいんですよ別に、はまらなければ、だから、まあ、そこの辺はね、だからまあまあありますから、どうなんですか、この映像作品撮るときやっぱちょっと気持ち違うんですか、
舞台とはずっと舞台畑でこうやってきたわけじゃないですか、橘さんね、うん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 、もうなんかなんていうんですか、映像はちょっと気持ち変えるとかやり方技術的な部分で、あでもあの舞台でやってる時にお客さんがから俺はどう見られてるのかっていうのは想像つくんだけど、おうおう映像やってでそのカメラが回ってる前で演技するときにカメラでどういう絵になってるのかっていうのが全然想像できひんのか、おだから自分が今どういうふどこを抜かれてとかもあるやん、おうおうおうあの映像やったら、うん、そういうのがあるからさ、そのどうやっていいかが、おうおうまだ僕も映像経験が そんなにないからやねんけど、わかんない、あそうですか、うん、だからまあまあ目の前のあるものに対して思い一生懸命まあ普通にだからお芝居すればいいんやろうけど、なんかこうやっぱりここにその横からなら横から正面からなら正面でカメラがあるって思うとそこに向けて芝居をせなって思ってしまう。おー、ね、なるほどなるほど、多分舞台の癖で、おこっちにお客さんカメラがあるとそうっていうのをちょっと思っちゃうから、それは多分映像の中ではいらんもんやと思うねん。多分普通にやってるやつを、なるほどなるほど、カメラさんが切り抜くっていうところやねんけど、うん、そっちを考えちゃうから、あ映像って難しいなってなる。へ今の僕にとっては。なるほど。うん、って思うな。あ面白いですね。やっぱそういう感覚の違いがある。違う。いや僕このラジオ始めてから。うん、昔は自分の声って改めて別に聞くとちょっと違和感、わあこんな声だったんだみたいなのはあったじゃないですか昔、うん、それもうなくなりましたもん。ラジオ初めてからな、うん、遅くね、ラジオ初めてからもう大体あ自分ってこんな声なんだっていうなんかゾワってする感じがもうなくなりましたよ ね、 なるほどね、昔ありましたでしょ一番、だからほんまに子供の頃じゃん、うん、あれそうなんですか、あ、うん、そういうもんですか、あ大人になると意外と、うん、まあ舞台やってて、うん、自分が映ってる映像見てな、分からへんけど自分の思ってる声と違うみたいなね、最近昔からな、あそうですか、うん、あ僕が最近卒業しました、最近じゃない俺それは、あそうです、結構前このラジオのおかげでね、うん、卒業しました、自分の声を聞き慣れてきたっていうね感じですけど、ずっと聞いてんの聞いてますよ、うん、あそういうことですね、はい、ね、うん、はい、というわけでね、はい、そんな感じでいろいろ私もやっておりますからですね、よかったら皆さんね、はい、関わっていただければと、わかりました、思います。武田さんは何か告知は、来週ですね、子供がもうそろそろなんですけど、来週そのまあ煽りを受けるわけではないんですけども、はい、来週ちょっと日本撮りをさせていただこうかなと、あそうですか、思っておりまして、なるほど、はい、ぜひよろしくお願いします。じゃあ皆さん、お手紙を、そうなんです、いつもより多めに、多めにお願いします。来週のですね、放送日、収録日ですね、はい、収録日が、29日の木曜日、お昼頃と、まあ、ポソグラフ終わりですから、そういうことですね、ポソグラフの感想などもいただければ、まあ、そういうことですね、はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、そんなお便りですけれども、こちらのメールアドレスまで、はい、すっぽんアンダーバーレイディオアットマークヤフー .co.jp SUPPON アンダーバー RADIO アットマークヤフー .co.jp です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ヘイさん、こそ子供の名前は決まったのか、あーいよいよね、2つ3つに絞られてますか、絞られて、じゃあこれちょっとみんなで、かけましょうか、かけますか、どれになるか、あーいいじゃないですか、これ一票もらいましょう。ああ、投票もらいましょう。どれになる。あ、じゃあ一番票もらったやつを、ね、たまたまなんですけど、うん、あのお手紙いただいたやつの中から、はい、別にそれ、まあまあそれから選んだと言ってもいいですよ。それ一つ一つ違うんでしょ。一つ元々言ってた。元々まあでもその響きがすごく好きで。なんかこの間出てたじゃん。そうです。千秋。ああ、そう。でも一つ入ってる。その三つのうちの一つです。千秋と、武田千秋と。愛子っていうね、武田愛子、それはラブの愛、あではなく悲哀の愛、何ですか悲しい、いや違います違います、喜怒哀楽の愛、宮里愛の愛ですね、草冠の藍色の愛、ああ、なるほどっていうやつと、はい、もう一つはね、アナ、アナアナアナもまあありでしょうね、その3つですね嘘ついた、何よもう3つ目教えてや、もう一つですか、はい、もう一つもね割とシンプルなやつで、うんうん、あのね、里根っていう、里根、うん、はあはあ、この3つでいこうかな、里根っていうのはどの
何なの、ふるさとの里に音です。音、あ、え、ふるさとの里って難しい方、難しい方ってなんですか。いや違う、ゴーゴーじゃない、ゴーじゃないわ、ゴーじゃないゴーじゃない、あ、ほんまに、たーに、なんか下土みたいな、お前、ええ、難しい漢字が言ってたやんなんでそんな単純な漢字にしたねん。いやいや、こう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 、あ、そうですか。じゃあこれ、ええ、まあ皆さんにね、予想してもらう方がいいか、あ、ね、表をもらう、予想でお願いします表でもらってもね、ちょっとね反映されないっていうね感じになりますか。何も反映されないよね。そうですか。まあでも千秋入ってますから。あ、わかります。千秋、武田千秋、うん、ちょっとポップなのがいいじゃないかっていうよくわかんないですけど、まあ、千秋もめっちゃ簡単やで、千にひいひいひいやで。ああ、そのね、その感じでいくとね、あ、違う感じ、千に、うん、まあ、季節の秋とかね、あ、とかね、いやとかね、時間があるから決まってんじゃないの、響きをまず千秋っていいな、ああ、そっからちょっとね、うんうん、なんか千秋みたいなね、千秋っていうなんかなんかまああるじゃないですか、応援するみたいな、チアみたいな、そのにキーをつける、キーはどうすんのここ応援すんのはいいけど、次のキーはどうすんのよ。だからチアだけはひらがなで、うん、キーはあの樹木の樹みたいな、ね、樹木の樹にするか、樹木、あ、ちっちゃい、チア、樹木、樹木、樹木みたいなこともいろいろ考えてますよ。あ、そうですか。まあどうなの、楽しみです、ね、はい、もうでもほんまに、そうですね、もう実家に帰りましたんで、あと10日以内には、あ、そうです、行くんじゃないか。武さんは今一人悠々、ゆっくりしてます、ね、そうです、はい、じゃあこの辺でお会いしましょう、はい、お相手は立花祐介と AD 武田でした。また来週。